写真拡大。ありがとうございます。ありがたくお受けいたします。昨秋の東北大会優勝で選抜出場は当確と見られていたが、小野崎校長から正式決定の知らせを受けた選手たちは、改めて喜びをかみしめると同時に表情を引き締めた。サッカーに続く甲子園出場だが、東北チャンピオンとして臨んだ昨秋の明治神宮大会では本来の力を出し切れなかった。中井総紀監督はバッテリーが補強ポイントと分析し、冬場は投手陣に球速10キロアップを厳命。精力的に下半身のトレーニングを重ねているエースの後藤武海武美投手2年は明確な目標ができた。全国制覇に一歩でも近づくとレベルアップに余念がない。強打の光星打線にあって、中軸を担う武岡龍也主将堂も長打力に磨きをかけるため、食事の回数を増やしたり、筋力トレーニングに努めている。体重は入学時の69キロから80キロに増え、ベンチプレスも70キロから95キロまで上げられるように。これまで以上に力強く振れるよう仕上げたいと力強く言い切った。サッカーを経験した選手が半分残り、経験値は大きな武器となる。しかも、平成最後の甲子園、全国制覇を目指す練習をしてきた。大会までに鍛え上げて結果を出したいと中井監督。東北勢初の頂点を目指す戦いはすでに始まっている。